それではですね、はい、こちらの方、はい、ゴルフのトレーナーですね、はい、こちらの方のお体を、はい、古代文字を使って、調整してみたいと思います、はい、楽しみでございます、はい、よろしくお願いします。お願いします。どんな感じですか？そうですね、首、肩、はい、腰、ケツぐらい。腰、ケツですか？一応ラッキーのラウンドだったんで、はい、っていうのもありますし、あ、まあまあまあ、まあ、基本的にはちょっと動きというの検査したいんで、はい、まあ、動きの気持ちですね。こんなもん。かなりしんどそうですね、はい、あ、次はですね、サーモグラフィーカメラですね。筋コード器を使って肩の筋肉、僧帽筋ですね、こちらの硬さを検査したいと思います。22という数値ですね。で、右側は26です。はい、それではですね、古代文字を書いてみたいと思います。まず肩こりということでですね、係数の4番。では今回はアウアでいきましょうか。要素2番。じゃあここ紙にしましょうか。紙の場合は3回書きますので、では書きます。はい、で次は、この後屈の動きですね、専用関節ですねの、つなぎ目ですね。ここアウアにしておきましょうか。はい、以上です。はい、どうですか？いやー、びっくりしましたね。はい、書かれましたね。はい、どんなに変わったのか、はい、ちょっと検査したいと思います。はい、いいですか？はい、あー、ベターっとついてわかりますか？はい、どうですか？いや、すごいね。はい、倒しやすくなりましたね。はい、はい、じゃあ次。いきますね。おー、いきますね。おー、いきますね。おー、はい。おー、すごい。さっきは痛みがあったんやけど、はい、痛みがなくなったというか、はい、で、軽くやってもらって、おほぼ、いいですね。後ろまで。はい、それではですね、肩の筋肉ですね、さっきは22とかでしたね。お、いいですね。14。こっちは？こっちはまあ18点ちょいとかですかね。まあいいですね。いい結果が出てますね。はい、ありがとうございます。このようにこれらは指で文字をなぞるだけで体に変化を起こすことができる素晴らしいエネルギーを持った文字と言えます。さて、これら文字が起こす現象、目に見えなくても必ず存在する大いなるエネルギーとは？それは文字を考案された神によって文字に設定された周波数が我々の体を構成する元素の周波数と調和し起こる現象となります。そしてこのカタカムナのエネルギーはもちろんヒーリングだけではなく、全てを知ってこの文字を作った地球の神々はこの周波数を使い物を浮遊させ移動したり何かを運び作ったり自身の周波数を調整し意識的なテレポートをしたりと自在に操っていたものだと考えられます。流体文字、こちらは伊勢神宮に保管されていた巻物に記されていたことから世に出てまいりました。馬氏、亜氏、カビ、彦氏という古事記に出てくる神によって作られたと言われておりますが、作者は後の押手文字と同じ伊勢神宮外宮に祀られております豊家大神によって作られました。日本には龍神と呼ばれる神が存在します。龍神は水の神とも呼ばれ、雨となり、風
風となり、海となり、また雲となり、地球の循環を担う神として言われております。そんな地球の循環のエネルギーを持つこの流体文字は、一部の神々が使っていたもので、文字単体でのエネルギーはとても強いように感じます。そこで今回、金運が上がると言われているクという文字をご紹介いたします。クとは日本語の一音一音の意味で見ると、来るとか引き寄せるという意味があります。ですから、クという字を左手の手のひらにお金の潤滑をイメージしながら3回なぞると、金運が上がったり、ゾロ目をよく見たりするとよく言われております。ゾロ目には特別な周波数があり、さまざまな効果があります。これはお金のエネルギーを表すものでもあります。もちろんその他にも意味があります。また111や888は人体に良い影響を与える周波数を持っています。実際に私も手のひらにクと書くようになってから、ゾロ目をよく見たり、臨時収入がありました。しかし文字を書いて期待というのをすると、引き寄せの法則に反して別の作用が起こりますので、ただただ書くだけ、あとは忘れてください。そして何かいいことがあった時は思い出し、文字にありがとうと感謝してください。では、なく